どうも皆さんこんにちは、渡辺です。みーこです。はい、みさきじゃなくてみーこなんやな。みさきですね。みさき、はい、まあいいや。はい、すいません、よろしくお願いします。お願いします。今日から一応なんかこうみさきさんが、はい、まあ、セルフで、まあ、アレンジだったりとか、まあなんかその前髪のカット、はい、まあ、できたらね、あとなんかこう松江区と美容省兼用で8月からちょっとやるんですけど、はい、まあそれに伴って、美咲の部屋という、そのコーナーをちょっと作りましたなので、今日はまあ第1弾として、まあ、先週もちょっとやらせてもらったんですけど結構大好評やったので、またちょっと自分でやる今日もちょっとアレンジをちょっとやっていきたいと思います。で、まあ、ちょっと暑いのでもうパパッとできるまとめ髪で、まあ、今からの季節だったらこう夏のなんだ祭り花火大会だったりとかで使える浴衣のアレンジにもちょっとできるかなと思いますので、結構簡単に作ってますのでよかったら参考にしてみてください。いきます。はい、はい、それでは動画をどうぞ。はい、じゃあまず N ドットのオイルをつけていきます。毛先の方にしっかりとつけて、徐々に上に向かってオイルをなじませていきます。次に顔周りの奥れ毛を下ろしていきます。もみあげと顔周りの束を下ろしてます。次に耳後ろまでの髪の毛を分け取ります。でサイドの髪の毛を後ろに持ってきてゴムで結びます。で次にくるりんぱをやっていきます。1回、もう1回やっていきます。で、ゴムの部分を持ちながらくるりんぱしたところをほぐします。反対側もで、次に髪の毛を2つに縦に割ります。で、2つをロープ編みですね、交差させて軽く編んでいきます。で、ねじった髪の毛を根元に巻きつけてお団子状にやっていきます。で、次にゴムでお団子に結びつけていきます。で、その上からヘアゴムをもう一度結んでいきます。結構これもしっかりと結ぶようにしてください。で、ゴムの部分を持ちながらトップの部分を少しボリュームを出します。で、横を向いたらだいたいこのぐらいの高さになってれば OK です。で、ゴムの部分を持ちながらお団子を少しボリューム出します。表面の部分を少しだけ引っ張って若干こう凹凸というかいう感じが出れば OK です。出しすぎには一番注意してください。で、顔周りのくれ毛をコテで巻いていきます。
今回はちょっと外巻き風に巻いてます。中間から入れて1回転だけさせて下に抜いてます。で最後にヘアバトンをお団子のところにつけます。こんな感じで完成になります。はい、こんな感じでできました。一番ここのお団子の部分がちょっと難しく感じるかもしれないので、何度か練習してみてやってみてください。ありがとうございました。バイバイ。